はい、またまた登場しましたみゆです。今日は出勤時のコーデを紹介していきたいと思います。はい、これはアリス&オリビアですね。上ちょっとさっきのドレスからのこれで顔が疲れ気味なんですけど、そこはスルーしといてください。これ可愛いよね、上の服で。下はディオールの、今日も色違い買ったんですけど、1着なんと53万円のスカートでございます。めっちゃ高ない？このスカートで1着53万ってやばいで。可愛いよね、こういうコーデしまう。ちょっと可愛いけど大人っぽいみたいな。はい、こっちに向かってきて、ボタン閉め忘れてまして。可愛いよね、この唇のマークが。はい、顔アップ。このスパンコールが可愛いねんな。で、一時期アリス&オリビアにハマってめちゃくちゃ買ってましたね。まあ、今でも全然着るんですけど、自分の顔アップに笑ってます。はい、戻って顔ね。はい、もうこの横にかしげるのやめます、次からずっと。ちょっと今見たらおもろい。はい、脱いでる時もカメラ目線、常にカメラ目線を心がけてますね。ほら、またカメラ目線。はい、2着目もディオールです。これお気に入りでめっちゃ着てますね。なんか砂時計マークのやつ、ディオール、これ新作やったんちゃうかな。で、下もこれディオールです。チェック、やっぱめ、チェック好きやねんな。ドレスもチェック多かったしな。やっぱあとロング丈が楽で好きやねんな。はい、かわいい。これちょっと定番のコーデですね、最近こういうコーデ多め。考えねえから、もうディオールはこれにこれみたいな。で、こっち向かってきまして、はい、フリフリして回って顔はい、ちゃんと T シャツも紹介して。可愛くない？でもこれディオールの T シャツ可愛いからめっちゃ買ってもらおう、新作出たら。はい、にっこり笑いまして頑張ってます。ルックブックってこんな感じやねんな。もうなんか脱いで履いて脱いで着てが大変やったわ、これ。で、3着目もまたまたディオール。ほら、もうみんなハマったらさ、1個の服しか着いひんからさ、これもお気に入り着方なんか雑いな、もうちょっと綺麗に着よう、次から。で、下もディオールです。また出ました、チェック。可愛いよね、みんなボトムス好きやねんな。これもなんかベルトついてるから自分のあれに合わせれるって感じでよかった。これも可愛いね、前のベルトが。はい、可愛い。これは青と青で合わせて、結構でもラフですね。これはラフめな感じの、ご飯屋さん行く時とかこういう感じで行きますね。ボトムス履いたらはい、顔見してます。ボトムス履いたら結構ラフな感じになるよね、カジュアル系の感じ。でもカジュアルな服好きやからこういう服も多めですね。はい。もうだんだん多分この辺から疲れてきてますね、私。顔が。ほら。もう、6着ドレス着て、今また、はい。次また、ルイ・ヴィトンですね、これは。このシャツめっちゃお気に入り。可愛くない？やっぱ目、白が好きなんやわ。これも結構お上品な感じに仕上がりますよね。ボタン閉めて。かわいいよね、シャツ。下はこれね、ザラなんですよ、ボトムス。結構なんか、ブランドばっかり着てると思いきや、ザラも多い。ザラってな、何でも合わせやすいし、楽やねんな、めっちゃ。しかもこのボトムスめっちゃ可愛くない？レザーで。何でも合わせるから、これめっちゃヘビロテしてます。
はい、シャツね、かわいい、ちゃんとアピールして、はい、これ何を言ってんやろ、これは。あ、このボタンがかわいいよみたいなの言って、あ、この模様がねポイントなんですよね、ルイ・ヴィトンの。これかわいいよね。ちゃんと顔もかわいく決めて、はい、戻っていきます。でポーズ、もう自分の行動分かってきたわ、さっきからワンパターンやから。でこれ脱ぐの大変やったわ、そういえばボタン多いから。で脱いで次6着目、またルイ・ヴィトン。これめちゃくちゃ着てますね、一時期。だから今はたまたまディオールにハマってるんですけど、前までルイ・ヴィトンにめっちゃハマってて、その時にめっちゃくちゃ着てました、これ。めっちゃお気に入り。長袖やから、ちょっと肌寒くなってきたんで、はい、これもチャックね。で、下は、一番最近に買ったディオールのスカート。これめっちゃピタッとしてて可愛いんですよ、お上品。なんでも合う。上。ミニスカイね。こんな感じで可愛いよね、上品で。回りまして、顔疲れてきてます、だんだん。頑張ってます、私。可愛くないこれ、丸い人の定番。形が好きやねんな。はい、ニッコ。そして、うん、めっちゃ見せるやん。で戻っていきます。こんな感じかな、同伴の時って。まあ結構でもシチュエーションに合わせてやっていってますね。あ、終わりました、ありがとうございました